さて、ただいまのお時間、午後10時30分を回ったところです。今週も始まりました、小室由里の夜サプリ。ここから30分間お付き合いください。この番組は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション専門家小室由里がお届けいたします。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組です。この番組は占い癒しところ薬務庵、恋愛スキル協会リコモ、沖縄の地鶏を育てる琉球食系以上3社と、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。車で聞いているそこのあなた、夜道の運転くれぐれも気をつけてください。ということで、今週もよろしくお願いいたします。あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家小室由里です。先週の萩原薬務先生監修の占いの中でも、出てきた話題なんですけれども、全島エイサー祭り、本来であれば8月の21日22日ですね、はい、沖縄全島を挙げてエイサーのお祭りだったはずなんですけれども、昨年に引き続き今年もね、それが叶わなかったということで、なんと我らが FM 宜野湾さんで雰囲気だけでも味わってもらいたいという、山内社長の素敵な計らいによって FM 宜野湾さんがエイサーの音源を22日そして23日まで流していたというので、沖縄タイムズ、そして沖縄タイムズプラスに掲載されていたそうですね。で、実はこの収録をしているのが23日の未明なんですが、つけてみました、 FM 宜野湾さん、まだエイサー流れてました。県外の人間がエイサーを聞き分けられるかというと、なかなか正直耳に慣れないもので、じゃあこれがどこのエイサーでこんな良さがあってっていうのはなかなかね、わからないんですけど、それでも季節ものを味わえる、そんな時間を作ってもらえたことっていうのは、きっと沖縄の方にはとっても心穏やかな時間だったのではないかなと思います。で、 FM 宜野湾さん、そして FM 大和さんをはじめ、地元に根付いた社会活動、地域貢献活動をしているこういう FM さんとね、番組を持たせていただくことができて、あ、小室由里ってやっぱり恵まれてるなってすごく改めて感じましたね。自分が幸せだなって思うことって、こんなに一番ハッピーなことってないと思うんですよ。自分が幸せだなって思ったら他人が何を言おうとね、関係なくなるじゃないですかいや、私一番今幸せだと思いますよ。ということでね、 FM 宜野湾さん、そして FM 大和さん、これからも引き続き小室由里の夜サプリをお願いいたします。営業会さて、今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは気になるサプリ。このコーナーは私小室由里が気になったニュースや情報をピックアップしてお届けいたします。今週はですね、女が男に求めるもの、彼はなぜモテる、そのスキルを大公開いたします。どうぞご期待くださいね。そして毎月4週目は妊活一言サプリ。妊活に向けた知識を子宝鍼灸師の市毛真也先生に教えいただきます。先月に引き続き、今月は生理について、大事なことです、どうぞご視聴ください。正常な生理とは教えてくださいます。大阪の占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修による週末の占いサプリ、もちろんお届けいたしますよ。夏が終わる前にしたいこと編です。
小室由里が夏が終わる前にしたかったこと編。あー、美味しいかき氷食べたかったな。皆さんはかき氷食べました？番組では皆さんからのメールメッセージ募集しております。番組への感想リクエストお待ちしておりますよ。 FM ヤマトをお聞きの方はメールアドレスyuri@fmyamato.co.jp yuri@fmyamato.co.jp へ。 FM ギノワンをお聞きの方はメールアドレス 797@fmginowan.com 数字の 797@fmginowan.com へ送ってください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。気になるサプリ。このコーナーは私小室由里が気になったニュースや情報をピックアップしてお届けいたします。今週のテーマはですね、彼はなぜモテる？女が男に求めるものを男性経験豊富な大人女子が解説という、こんなテーマで、私じゃないですよ、これ書いているの私じゃないです。あなたの声に共感するバイセムさんに載っていたニュース記事を今回はピックアップしてみたいと思いますが、まあ、女性にモテる、なぜ彼はあの人はモテるんだ、つまりは気遣いだよね。でこの気遣いを5つ挙げられているんですけれども、まず1つは優しさ。もう定番でもこの優しさっていうのは、俺今日空き缶拾ったぜとかそういうんじゃない、そういうんじゃない、犬撫でたぜとかそういうんじゃない、自分だけに向けられた優しさ、これを男性に求めている優しさと。でこの優しさを分類するとさらに3つに分けられる。1つ、気遣いができる紳士的な優しさ。この気遣いっていうのもね、かなり実は曖昧な表現だったりするんですけど。で2つ目、自分だけに向いている都合の良い優しさ。これ自分にとって都合のいい優しさってことね。3つ目、特別扱いされていると感じる優しさ、お姫様扱い。じゃあどんなのが気遣いなのということで、食べる速度、歩く速度、これもう絶対ですよ。特に歩く速度はね、まだね、まだわかる、わからない、男性がわからないのは食べる速度。これができなくて次のデートに進めない男性かなりいますよ。女性ってやっぱり食べるの遅いし、食事をしながら会話をするのが上手なので、どうしても食べるペースって遅くなっちゃうんですよね。でそれを気づかないでバクバクバクっと食べて、あと話をしている。そうすると女性は合わせなくちゃっていう、こういう同調の生き物なので、一生懸命早食いをして、で出た頃にはあ疲れたってなっちゃうんですよね。2つ目は会話には2つのスキルをということで、1つは聞き役に徹する。これただただ相手の話をふん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 って聞いてたら、この人本当に私の話聞いてんのかしらって思われるので、この時に必要なのは、ここは小室由里のスキルとしてお渡しする、インタビュアーになってください。耳は2つ、口は1つ。自分で話すことも大事なんですよね。2つ聞いたら1つ話す。で、この話す時に大事なのが肯定と共感。例えば、ああそれわかるよとか、なるほどね、すごいな、こんな肯定。共感のワード、これ例に例えると、大変だったね、いや頑張ってるよねとかね、こういう言葉を使っていくと女性は安心して、あこの人気遣いができる人だなと感じやすい。
あと話してる時にネタに詰まっちゃうことってあると思うんですよ。その時は以前話した内容をもう一回引き出しの中から出してくる、これも有効だと書いてありますね。そういえばさ、この間話してたあれどうなったのとかね、喧嘩の時にこの間のあれどうよとか、この間はああ言ってたじゃないかっていうと、あの喧嘩の火に油を注ぐだけの結果になるので、この以前話した内容を引き出してくるのはポジティブな会話のみにしてください。3つ目の気遣いは食を攻略する。事前に予約をしておく。お会計をささっと済ませる。デイに対して紳士的な対応ができる。両親に紹介しても恥ずかしくないと思わせる食事マナーを身につけておく。このようなことをおっしゃってますね。相手の食べたいものをあらかじめ探っておいて予約をしておく。これはあなたのことをもっと知りたいんですよっていう行動の表れですよね。行為って相手のことをどれだけ知りたいと思っているか、相手にどれだけ興味がある、それを相手に伝わるように発信すること。これ勘違いしないでください。自分が好意を持っていてもそれが相手に伝わらなかったら、そんな好意はもうクソミソなんですよ。ないも同然なんです。なので思っていること、感じていること、内なる好意を相手に伝わるように発信してください。気遣い4つ目は周囲への対応を大切にする。これはお店の方への対応とかね、例えばコンビニのレジで対応してくれてる店員さんへ一言ありがとうとか言えると、あ、この人素敵だな、気遣いのできる人だなって女性は思う。そして最後、帰るまでがデートです。帰ったぐらいの時に着いたとか、今日はありがとね、楽しかった、次回はこんなことしようね、こんなような帰るまでもフォローアップしてお礼のメッセージを送ってあげると、女性は素敵な気遣いができる人だなと感じる。でこの話をすると、男性にとってはそんなことまでやらなきゃいけないのって感じる方が多いと思うんですけど、これつまりは全てにおいてあなたのことを気にかけてますよと女性が一番受け取りやすい方法なんです。なんで私もモテ系セミナーで話すんですけど、女性に対するさまざまなアクション、スキル、テクニックっていうのは、それはもうあなたにとってのビジネスなんですと。ビジネスなんで全て覚えてください、業務ですから。こういうふうに考えていくと分かりやすいだろうなと思ってお話をしております。モテる男性になる女性の気遣い、それは男性にとってのスキルです。好きな人に振り向いてもらえない、いつも振られちゃう、恋人の気持ちがわからない、そんなあなたへ恋愛スキルアカデミーは、恋愛から婚活、夫婦円満まであなたの恋と愛に役立つスキルを学べる講座です。性格診断や話し方、夜の生活まで経験豊富な専門家があなたをお待ちしています。もう一人で悩まないで。お問い合わせはインターネット検索恋愛スキル協会へ。沖縄発のブランド地鶏、福雪地鶏。琉球食系では養鶏場作りから7年をかけ、沖縄初のブランド地鶏福雪地鶏を完成させました。6ヶ月の時間をかけて安心安全に飼育しています。おいしいって幸せ。沖縄初のブランド地鶏
福行き地鶏。毎月4週目は妊活一言サプリ。ご担当いただくのは東京は浅草にある受精院で子宝温灸をしておられます子宝鍼灸師市毛真也先生です。それでは市毛先生よろしくお願いします。皆さんこんばんは。妊活サポーター子宝鍼灸師の市毛真也です。妊活一言サプリ15回目の今日は引き続き生理についてのお話。前回は正常な生理を知ろうというお話をしました。今回は正常な生理に戻せということでお話をしたいと思います。前回生理をケチャップに例えて3つの質問と回答して終えましたね。1、ケチャップの容器は変えられるのか。2、ケチャップの中身はコントロールできますか。3、ケチャップを出しやすくすることはできるのかということでしたね。答えは解説とともにまた再度今回お話しします。まず容器、つまり子宮の形はストレッチとか運動などで変えることはできません。ですので何よりも大切なことは生理周期のなんかおかしいぞというサインを見逃すなということです。その時まず医療機関を受診するということを一つお勧めしますね。また妊活とか正しい知識が必要な場合ですね、こういった場合には正式のページとか、公式のページとか私たちのような専門知識のあるカウンセラーにご相談するといいと思います。次にケチャップの中身はコントロールできるということなんですが、生理の量とか、月経周期、子宮内膜の質に関してはホルモンバランスが関係してきます。性ホルモンは脳からも分泌されますね。なぜホルモンバランスが乱れたのかをきちんと見直していくことが重要です。例えば睡眠は肩こりとか腰痛、慢性的な疲労からも睡眠障害は引き起こります。そしてそれがホルモンバランスを乱すことにもつながったりするわけですよね。はい、最後にケチャップを出しやすくそれはできるのかについてです。ケチャップの容器を振れば中身が出るだろうなんて言ってセールの時に激しい運動をする方も中にはいらっしゃいます。これは NG ですよね。子宮も筋肉でできています。そして子宮や卵巣はどの辺にどうやって内臓に収まっているのかご存知ですか。それが分かってくると痛い時の手当てをする場所も分かります。例えば仙骨というところを温めると楽になるという方もいます。しかし逆に温めると痛みが増えるという方もいるわけですよね。プロスタグランジンは炎症に関与するので温めると痛くなるという方もいるわけです。適度な運動とかストレッチは骨盤の体操にもつながるでしょう。私が行うセラピーでは触れられない骨盤内部の血流を良くするといったことにも力を入れております。などなどお話ししたいことはたくさんあるんですが、まとめますと病気の前に正常を知るということが大事です。そしてそれはつまり自分を病気にしないということにもなります。自己判断で病気にしないこと、不安だったら専門家に相談すること、それらが正常な生理に戻せということにつながっていくということですね。はい、それでは今日はここまでということで、ただいま浅草受精院というところにて月に2回癒しどころを開催しております。次回は9月の14日と9月の28日お時間は3時から5時、15時から17時、お茶代として500円になります。お茶を飲んでですね、ちょっと一服しながら、マッサージ体験も受けられます。ぜひぜひお気軽にお越しください。お電話、メールお待ちしております。それではバイバイ。市毛先生ありがとうございました。
異常を知るためにはまず正常を知る。これ本当に大事なことですよね。正常を知らなければ異常もわからない。気づいてないことが実はおかしなことだったりする。よくあることだと思います。その時に専門家に頼る。これも大事なことですね。専門家は決して、なんでこんなことをしてこなかったの？なんでこんなこと知らないの？と上から目線になっては絶対にいけないと思います。いつでもおいでね、待ってるからね。そんな姿勢がクライアントさんの心を開かせるんだと思いました。 99% の人が楽になったと実感しています。ここにしかない極上の癒しを楽しんでください。小宝鍼灸師市毛真也先生が運営するトータルボディケアココアへのお問い合わせはメールアドレス info@kokoa.2021.com info@kokoa2021.com へお問い合わせください。踊れ踊れ私の占いサブリ。大阪の占い癒し所薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリです。星座で見るあなたの今週末の運気どうでしょうか。夏が終わる前にしたいこと編です。それではセクシーに参ります。お羊座、一緒にお風呂に入るのがおすすめよ。泡風呂にもっこもこにして大事なところを隠してね。お牛座、見晴らしのいいところで星を眺めましょう。遠くの星を指さす二人の距離は自然と近くなるわ。双子座、強い日差しを浴びた肌はダメージが残っているわ。首の後ろの見えないところにアフターローション塗ってあげてね。カニ座、インスタグラムに夏らしい映え画像を投稿しましょう。二人の幸せをみんなに匂わせちゃってね。獅子座、体が硬く凝り固まっていませんか？プルプルに震える電動マッサージ機で全身プルプルにさせちゃって。乙女座、暑さが和らいだらベランダで夕涼みしない？冷たいお酒なのにほんのりと頬が絡んじゃうわ。天秤座、夏こそ食べたいかき氷はいかが？とろりと甘いシロップをかけて見たくない？サソリ座、人混みを避けてドライブに出かけましょう。二人で移動すればそこは素敵な密室よ。いて座、オーシャンビューのレストランでお食事したいわ。肉汁したたるステーキをお口いっぱい頬張って。ヤギ座、自宅でゆっくりお泊まりもいいわね。朝にはコーヒーを入れてカリッカリに焼いたソーセージ食べたくない？水亀座、避暑地に行きましょう。別荘で二人だけの時間過ごしてきてね。魚座、
夏の最後には線香花火したいものよね。火種が落ちるその前にキスしようよ。大阪の占い癒しところ八雲庵オーナー萩原八雲先生の鑑定にご興味のある方は、占い大阪八雲、漢数字の8に空の雲と検索してみてくださいね。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングの時間となりました。好評いただいておりますカレンダーの無料配布、引き続き行っております。詳しくは、ツイッター小室ゆりのフェイスブックインフォメーションをご覧ください。こちらに URL 載せております。こちら今ダウンロードしていただくと、2022年小室ゆりオリジナル卓上カレンダーの先行予約のサイトに飛ぶことができます。先行予約していただくと、今週の27日ですね、8月27日に実施するフォトブックの撮影の様子を収録したマル秘動画、またはポスター、またはオリジナルのクリアファイルなどなど、他では手に入れることのできない特典が様々ついてまいりますので、ふるってご応募いただければと思います。また YouTube 友達 TV ウィークエンダー内、小室ゆりのネットでウィークエンダー、こちらも好評配信中です。伝説の AV 女優と呼ばれております私小室ゆりが、実際のニュース記事をもとに日本の性事情について語っております。毎週土曜日22時配信中です。どうぞお楽しみくださいね。ここまでのお時間は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家小室ゆりと、占い癒しところ八雲庵、恋愛スキル協会リコモ、沖縄の地鶏を育てる琉球食系、以上3社の提供でお届けいたしました。この後はうーまくうで柳原バーナー園芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが、笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド水曜日の担当は日賀亮太さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。実は見てるし結構聞いてるよ。先週はギリギリで入っちゃってごめんね。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。女というものは存在しない、存在するのは様々の女たちである、フランスの作家モーリアックの名言です。一人として同じ女はいないということですね。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。